どうも皆さんこんにちは、曲です。今回ですね、巨大クロスボウありますね。巨大クロスボウも私はちょっと今、どっちとも工事中なんですけれども、そのね、巨大クロスボウが、燃料が必要じゃないですか。燃料が切れる瞬間をですね、私のクラメンが、そちらの方を取ったので、そちらをご紹介していきたいと思います。早速やっていきましょう。こちらですね、もうね、タウンホール10なんですけど、もう何ですか、この村という感じの、もうネタですよね、これ完全にこれは。やばいっすね、これ。まあこんな配置なんですけども、インフレのタワーとかあるっていうね、やばいっすね。そして、こちら注目すべき点は今回の、巨大クロスボウということです。まあこんな感じでね、バーバリアンをずっと、攻撃し続けているんですけれども、ちょっと飛ばしましょうか。確かまだ、こんぐらいからちょっとやっていきましょうかね。さあ見ていてください。どんどん攻撃していきます。燃料はですね、割とまだあるのかな。はい。で、もうすぐ切れたと思います、確か。ここで切れましたね。今。あ、見ましたか？見ましたか今。このね、この感じ。この、やっぱりね、普通の通常プレイだったら、燃料を切れることっていうのはまずないと思うんですよ。ガチ村を攻めるにしても、クラン戦にしても、ガチ村は基本的には補充し続けると思うので、この、しかも放置村を攻撃するとしても、その放置村に、巨大クロスボウに燃料が溜まっているってこともあまりないので、今回の、なんつうんでしょう、ちょっと燃料が溜まってるっていう、結構レアな状況でしたね。今回面白かったんで動画にしてみました。ご視聴ありがとうございました。